見てください、これ。めっちゃ可愛いないですか？ハーフ。ハーフ。これめっちゃ可愛いないですか？これね、大学のね、後輩がね、ちょっと遅い、結構遅い誕生日プレゼントって言ってね、くれたんですよ。めっちゃ可愛い、これ。バラ好きなんでね。これは嬉しいなぁ。はい、ということでね、今日はですね、マスキングエフェクトっていう、ドアを開けたら別世界に飛び込んでいるっていうようなトランジションの解説をしていきたいと思います。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思うんですけど、今回はね、ドアを開けたら、その外がね、全然違うところっていうところをやりたいんですけど、これはこういったドアに限らずいろんなところで使います、マスキングエフェクトっていうのは。もうこう、例えば誰かが歩いていて、こうここの人がこう行くところを、言ったらこう行くところを、後ろがね、もうすでに変わりながらこう移動するみたいなね、そういったようなトランジションにも使えます。はい、じゃあね、早速編集画面でやっていきましょう。今回使う、扉がこんな感じですね。はい、これホテルのやつです。で、素材が、これですね、城崎温泉に行った時のものなんですけど、こう扉を開けたらこう城崎温泉にいるっていう感じをちょっとやってみたいと思います。はい、で、ちょっと色味つけますね。はい、ドアの開けるところの、開けた瞬間にちょっと見える、景色が見えるところからスタートします。はい、で、そこに、設定しておいて、で、始めます。で、エフェクトコントロールの、不透明度の方ですね。で、ここの四角ボタンを押します。はい、そしたらこんな感じで出てくるんで、こういうふうに枠に沿ってね、当てはめていきます。はい、で、ぼかしをつけておきます。これをするとくっきりしすぎないで、ちょっとね、ふわっとしたつながり目になるんで、これをしといてください。で、そうですね、この始まりのところからスタートできるように、ここはカットしておいて、で、はい、こっからキーフレームを打ってくださいね。絶対ここは絶対にキーフレームを打ってください。はい、で、こんな感じで進んだら開いていくっていうのを繰り返します。進んだら開いていく。はい、これを最後までやります。はい、これがね、ちょっと大変ですけど、ね、やってて割と楽しいんで、ここはそんなに嫌いじゃないです、僕はね。はい、こんな感じでできました。これ一回見てみましょう。はい、こんな感じですね。ちょっと雑やけど、こんな感じですね。はい、という感じになります。どうですかね、そんなにこれも難しくないし、むしろやってて楽しいぐらいのトランジションなので、ぜひやってみてください。でね、これはね、本当にもういろんなね、やり方がいっぱいあるんで、いろいろね、いろんなクリエイターの方とかも参考にして、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はね、そんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。